賢い可愛いエリチカハラショー綾瀬エリ役南條佳乃です。よろしくお願いします。こんばんは、のぞみパワー注入ハイプシュたっぷりは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 ちょっと今日無理だった。じゃあ軽くいただきました。東條のぞみ役クスダイナです。たっぷり忘れちゃったの忘れちゃっただったの、わざとじゃないんだ。はい、まあ、その辺はちょっと後で聞こうかな、うん、まあ一応ね、さていつもはですね土曜日の深夜24時30分から文化放送で放送しているラジオ番組ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデンですが、今夜はニコ生でなんと90分の生放送拡大版です。わー、ハラショー。今日はコミケの2日目ということで、うん、ホテルで見てるよとかスマホで見てるよとか、うん、ダブダイバー同士で始まってるよとかの方も多いんじゃないでしょうかね、うんうん、大丈夫大丈夫本当大丈夫大丈夫だよ。あとでちょっともうちょっと軽くだからね、まあ、戦利品を手元に置きつつ、はい、ホテルとかでね見たりしてくれてる。今日は急に雨降ってきましたよね。降ってきたね。ね、突然だね。大丈夫？大丈夫。大丈夫？大丈夫。今熱何度？今ね、今多分30何度。大体ね。違ったらちょっとやばい。30度、30代。大丈夫。30度台。30代は私、大丈夫か。番組ではですねメールを大募集していますよ、はい、今週の話をクスクス大名人といったレギュラーコーナーはもちろん、私たちへの質問普通歌も大歓迎です。そして生放送ならではのメールテーマも募集しています。メールテーマは、メールテーマはこの夏食べた美味しいもの。いいね、はい、まあ、暑い日が続いてますけども、まあ、美味しいものもね夏、まあ、カレーとかもいいんじゃないですか。あ、いいです ね、 ってね、暑い時に暑いラーメンとかもいいですね、うん、いいね、ラーメン。え、最近2人が食べた美味しいものは、うーん、湯葉、湯葉ば、湯葉ばくすださん大丈夫？湯葉ば食べちゃったの？あの人はなかなか食べるの難しいだろうけど食べてない、食べてない、食べてない今日大丈夫かな。90分もあるけど、はい、大丈夫ね、大丈夫かな大丈夫。なんか美味しいもの食べた？美味しいものね、昨日ね、うん、うどん食べたよ。あ、うどん食べた。おとといもうどん食べた。風だからね早く美味しいもの食べてほしいよまあそんな願いも込めて、この夏食べた美味しいものと、美味しかったものとね、エピソードも添えてぜひぜひたくさん送ってください。まあ、例えば甲子園球場で食べたかき氷とか、ね、いいね、いいね、うん、はい、そんなメール送ってくださった方の中から抽選で番組ステッカー秘密の花園をプレゼントしちゃいたいと思います。すごい、わ、すごい。メッセージは今ご覧の画面のメールフォームから送信してください。はい、いつものアドレスと違いますのでね、気をつけてください、はい、いくらいつものアドレスに送っても今日の私たちには届きませんので。そうですね、よろしくお願いします、はい、さらにですね、今日は番組のどこかで9月24日に発売になるブルーレイ第4巻特装限定版の映像特典ミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレードライブ映像パート2からあの曲の映像をですねちょっとだけ公開したいと思ってますので、どの曲だろう、どの曲でってお楽しみにそれでは行きたいと思います。プログラムスタート。で、こんばんは、綾瀬エリ役南條佳乃です。こんばんは、東條のぞみ役クスダイナです。はい、まあ、夏休み、はい、お盆休みだったりすると思いますけど、そうですね、皆さんは風邪ひいてませんか引いてませんあ、うそー引いてませんかわいそう。でもだってもう私映ってなかったらさ、ほら風邪の人だよ違うんです、これこれいただいたんですよ、うん、紫のね、かわいくない？かわいい、かわいいよ。これで合わせただけで、どうした、どうしたじゃない台本バーンって映ってかわいい、紫色で A だからね、ダメ、映しちゃダメはい映していくスタイル、まあ、風邪どう、調子は実際のところ、実際のところ、うん、まあ
まあまあですね。まあまあか、まあまあしんどいのかな、はい、だいぶ良くなりました。でもねえ、はい、夏風邪は長引くって言うからね、うんうん、でもお母さんすごい優しくしてくれたんでしょ。そう、あのもう私が、うん、もうドライヤーを乾かすのも嫌で。ドライヤーも乾かすの嫌だ。ドライヤー水につけちゃダメだよ。ドライヤー髪の毛を乾かすのが嫌で、ドライヤーでね、ドライヤーでね、うん、ドライヤーお母さんかけてくれました。髪の毛にね、髪の毛にお母さん優しいね。髪乾かしてくれたの。髪の毛乾かしてくれた。お母さん優しいね。そう、もうやだーって言ったらやってくれた。風邪ひいてんのにお風呂入っちゃったの。でもなんかもう汗がすごくて、うん、熱でちょっと汗すごいかいたので、うん、このままだと風邪ひくと思ってもっとね、はい、うん、なので一回流して、うん、菌も流そうと思って、うん、でその後にドライヤーはもう辛いからやってもらったんです。ね、優しい、はい、私も昔風邪ひいた時になんかすごい熱が出たの、うん、おそらくね、うん、おそらく確か測ってやばいこれはと思ったんだけど、もううち家の冷蔵庫基本的になんかお酒とか、うん、ウラインゼリーみたいなやつとかジャービービーみたいなしか入ってなくって、もうお腹も空いてるし、でも私の周りには猫がニャーニャーいるだけでこれはダメだみたいな、コンビニすら行けないと思って朝方の4時に母親に、うん、っていうか実家に電話してね。でそしたら弟が出たの。で弟にごめん姉ちゃんもうダメかもつって言って来たら折り返しの電話がかかってきて母親から、うん、どうしたのみたいな、じゃあなんか風邪っぽくてすごい熱があるんだけどって言ったら、えとりあえずあの私鎮痛剤でよく持ってる薬があるんだけど、うんうん、それが解熱効果もあるからとりあえずそれでも飲んで寝てなみたいなこと言われたから飲んで寝てたの、うん、そしたらね次の日っていうかその数時間後よ、うん、朝一の新幹線で母親が来てくれて、へえ優しい、そう今なんとか駅だけどみたいな。でも私すっかりさその鎮痛剤の解熱剤飲んだから熱もさーって引いちゃっててみたいな、うん、あまあうんまだ調子悪いかな嬉しいみたいな感じで結果来てくれて、いろいろポカリスエットとかもね買ってきてくれたけど、うん、やっぱそうお母さんね、お母さん大事、お母さん、ね、優しい、本当に本当に猫は何もしてくれないからね。ご飯でもご飯チップはうちのチップはたけしチップ、たけしじゃないよ、チップはあれなんですよ、あのしっかりしてるそこずっと寝てたら、うん、ずっとなんかずっとそばにいてくれて、嘘、そう気づいたら優しい、優しかったその日だけ、その日だけ、いやでも分かるんだよ。次の日になったらね、うん、もうなんかプンっつってお母さんのとこ行っちゃったチップン。チップン。つってね。つってね。チップンって言っちゃったの。そうか。でも優しかったよその日は。いいね。やっぱ分かるんですよ動物。うちの新入りのチビちゃんは私の毛をむしってばかりいるよ。髪の毛、はい、そうこうやってそばに、ね、転がってこうやってるとわーって飛んできて、うん、あーかわいいねよしよしって言うとこの辺でゴロゴロしてるんだけど、ちょっと音が聞こえてきて私の髪の毛を食いちぎろうとしてるいつも痛いみたいな。大丈夫大丈夫、わかんない、髪の毛気になるみたい、ちょっとメール読もうか、ね、はい、あ私が読むね、はい、読んで、うん、読む読む。アクハンさんからいただきました、ありがとうございます。大阪の環状線に乗っていたら偶然見つけたラブライブのスクフェスの広告、これを見た時ラブライブってすごい大きいコンテンツなんだなと思いました。300万ダウンロードの凄さを改めて感じました。早く400万ダウンロードになってラブカストーンをいただきミューズの皆さんにいろんな曲を歌ってほしいです。あと思ったのがみんなが電車内で水着を着ていて大胆と思いました。あ広告がね、うんうん、特にエリチカ露出を抑えてくださいだって。今日さツイッターで400万人突破って言ってた。あ本当、うん、うわおめでとう、早くない、すごいね。でこの間なんか300万突破のやつもらったよね。あもらった、ラブカあれ配ってませんでした、ラブカストね。もらった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 よ、もらったもらったよ、みんなもらったから。じゃあまたもらえるってことかな、あのハートの石、ハート型の石、
5月に300万だってことですか。え、300万個くれるの欲しいよそんなに欲しいよ。5月に300万だから、うん、今8月3ヶ月で100万人すごい。だってこの間電車の中でね、うん、綺麗なお姉さんがスクフェスやってて隣で、うん、で隣で隣で、うん、でじーっと見てたの、うん、でそのお姉さんスクフェス終えて、うん、なんかちょっとお財布をなんか広げてて、うん、そこでなんか免許証が見えちゃって、うん、見えちゃってお姉さんの年齢私より年上だった。うん大丈夫かな私もあなたより年上だからねあのね、うん、すごい本当にもう本当に綺麗なお姉さんだったの、うん、なんていうかそのアニメとか、うん、あんま見なさそうな人が、うん、お姉さんがやってたのやるんだよっていうことだから300万人400万人なんて不思議な話じゃないってことを言いたい。そういうことそういうこと言いながら今の言い方だから書いてあるじゃん、ジョルノは綺麗じゃないってことやつそういうことじゃないのそういうことじゃないの あんまり声を晴らさないであげてくださいこの子にえっと分かるよほら熱が上がっちゃうから。言いたかったのはクールダウンして、まあ、世界中のみんながスクフェスやってるってことその通りです。だからね、石も楽しみにしててくださいよ、うん、はいね熱い大丈夫まだ読むまだ読む。じゃあ私読むね。はい、水飲んでの水。はい、お願いします。アナゴさんからいただきましたありがとうございます。飲みに誘われちゃうのかな野添りの通常放送では以前、日本最南端のラブライバーや日本最北端のラブライバーなど募集しておられましたね。最近はそうした募集がなくなってしまいましたが、こんなものも、こんなのも認定していただけるかなと思い僭越ながら投稿させていただきました。それは日本最高峰のラブライバーです。日本最高峰といえば言わずと知れた富士山です。秋には山じまいになってしまうので住むことこそできませんが、私は仕事の関係でこの富士山に100回以上登っており、滞在時間も相当のものだと自負しております。もしよろしければ日本最高峰のラブライバーに認定していただけると幸いです。だってどういうことこの人はまあよく富士山にね、うん、登った100回以上登っているから、うん、日本最高峰のラブライバーとして認定してくれっていうお願い。なるほど。どうですか大明神様。100回かじゃあ、うん、次登山した時に、うん、山頂、うん、まあ登ったところでから、うんうん、ラブライブの好きなところを叫ぶのをやったらいいよ、うん、なるほど。じゃあそれもちゃんと動画で撮ってもらおう、うん、そう撮って送ってくれたら認める。だってアナゴさん、アナゴさんに私の頭の中では違うアナゴさんが富士山の山頂からラブライブへの愛を叫んでいるがすごい声が通ってらっしゃるんだけどそうだね、そうだね、ぜひモノマネしてアナゴさんがアナゴさんのモノマネしてでラブライブの愛を叫んで投稿してきてくれたら認めてくれるって、うん、でも認めたところで何かあったっけこれない何もない。それでもいいんだよ。そうだね、うん、ぜひやってください。よろしくお願いします、はい、あー大丈夫かなそんな私たちの近況でした。ニコニコ生放送ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオ回転。番組では番組をご覧の皆さんからのメールを募集しています。メールテーマはこの夏食べた美味しいもの、今年の夏に食べた忘れられない夏の味をエピソードを添えて送ってください。その他
いつもののぞえりラジオガーデンでおなじみのコーナーでのメールや私たちへの質問、ご意見、感想、お問い合わせなど、いわゆる普通のお便り、普通お便りも大募集。メールは今ご覧の画面のメールフォームから送ってください。メールを送ってくれた方の中から抽選で番組ステッカー秘密の花園をプレゼント。たくさんのメールお待ちしています。ニコニコ生放送ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガイデン、続いては生でこのコーナーやっちゃいます。ニコ生で話しよう。思わず話しようと言いたくなるような日常生活で遭遇した面白いエピソードを送ってもらうコーナーです。エピソードに応じてなんちゃんが10点満点で採点、見事10話しようと叩き出した人には番組ステッカー秘密の花園のプレゼント、うん、はい、まだ間に合うので話しような出来事があったらご覧の画面のメールフォームから送ってください。はい、お待ちしてます。ステッカーがもらえるかも。そうです、10出せば私がね、読める、読むよ。うん、それでは早速話しようを紹介したいと思います。はい、カジライブさんからいただきました。ありがとうございます。地元の友達がシカちゃんに似ていました、うん、それに気づいてからシカちゃんがその友達にしか見えなくなりました。あ、地元の男、あ、友達が過去男だった、うん、男友達がシカちゃんに似てたらしいです。え、それこのコーナーで合ってる？どこ今週の話書いてある、書いてある、書いてあるよ。そんなに原性な出来事か。シカちゃんの原性だね、うん、お兄ちゃんだったんじゃない？あ、そうかもしれないね、うん、私と同い年の。じゃあ何ハラショーにする？30。シカ3だから。30ハラショー。30歳だから。年齢の分。そう。はい。シカちゃんのお兄ちゃん30なのかな？知らない。まだ29かな？かもしれない。84年生まれだから、84ハラショーにします。お、すごい。次。はい。うん、赤っぽい彗星 Z さんがいただきました。ありがとうございます。先日久しぶりに歯医者に行ったら、うん、ウジックスタートM が抜けてるだけでミュージックスタートかなミュージックスタートのウジックインストルメンタルが流れていました、うんうん、書いてある書いてある、そうやってちょっといい気分でいたら今度はスノーハレーション、うん、僕らは今の中でとミューズの曲が次々と流れてくるではありませんか、うん、治療後先生に思い切って賢い可愛いと言ったらエリーチカ、まさかのラブライバー司会さんでした。でさ、持ってない本当に歯医者さん行ってさ、うん、口開けてて賢い可愛いって言ったらエリーチカって言われるんだよ。うん、まあ帰りんでしょうね、言ったのはそれはねそっか、治療後だった。そう、そういうんじゃなくて、あの、そういうんじゃないんだよそういうんじゃなくて、うん、じゃあどういうの、どういうの、どういうの、分かんなくなってきちゃったそういうことはゼロハラショーで大丈夫大丈夫、分かった、ゼロハラショーね、うん、すいませんでした。くっすんに10ハラショーあげるよ本当ステッカーくれる、うん、やったステッカーゲット、おめでとう、くっすん、私も欲しいなじゃあなんちゃんにもあげるよ。本当、じゃあ話をくれる、あげる、ほんと、あ、やった嬉しい、次行こう、はい、ちょっと待って読もうかいける、まだいけそう、まだいけそう、分かったよ。しんしさんからいただきましたありがとうございます。ホラー番組を見ていたらすごい的確なタイミングで携帯が鳴りました、うんうん、怖いのが苦手なのでうわと軽く叫んでしまいましたなんで自分で笑っちゃった思ってたよりすごい変な声が出たの自分で思ってた声じゃない声が出てきたからびっくりしたもうそれもそれも風邪ひいてるからで
内容申し訳ないけどそんな大したことない。3箇所もうなんかね今日はもう、ね、内容よりくっそもねパワーが強すぎて全然内容が頭に入ってこないの。ラジオネームさつきさんからいただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ何話しようか、採点して嘘、うん、分かった、うん、会社でちょっとした事故があり事務所が重い空気に包まれてる中そのちょっとした事故の方が聞きたいんだけど、先輩が満面の笑みでスイカ買ってきたよとスイカ片手に事務所に入ってきて重かった空気が嘘のように明るくなりました。はい、市原賞市原賞でした。続いてスイカ食べたいねスイカ食べ、スイカ食べたいって、ね、スイカいいよね、スイカいいよ ね、 ね、夏だもん ね、 ね、美味しいものだし ね、 ね、うん、塩かける派、塩かける派、かけると美味しいよ ね、 ね、みんなかけるのかな。じゃあ次読んでいい？いいよ。ラジオネームスピリチュアル原翔さんからいただきました。ありがとうございます。傘を持たず雨が降った時顔が濡れるのが嫌なので下を向いたまま信号待ちをしていたら、うんうん、見知らぬおばちゃんが傘に入れてくれた。おお、だってスピリチュアルやね。優しい ね、 ねスピリチュアルではないかもしれないけどそっか、うん、そっか、どっちかっつったら原賞の方を取ってほしかったかな。そっか、うん、そうだね、うん、原賞だ ね、 ね、スピリチュアル原賞だね次だってスピリチュアル原翔さんでしょ。そうだよね、市原翔とかじゃなくて ね、スピリチュアル最初から答えは出てたってことだよね次読んでいい？はい、カズマさんからいただきました、はい、愛犬にバーンって言って死んだふりをやっと覚えた。あ、これ十原翔。え、嘘これね、これね、チップにも教えてるんだけどなかなか覚えてくれないのよ。あ、ほんと、うん、私が飼ってた、もう死んだ犬もやってたよ。ほんと、じゃあ10話しあげる、うん、死んだ犬にありがとう送るわ送ってあげて、焼いて送るわ、送ってあげて、お盆だしそうだね、多分帰ってきてるよ。帰ってきてるかな、今実家帰んなきゃ。見てんの、見てんの、怖い。たけしで倒れる芸を教えなさい、だって。え、たけしって言ったら倒れるってこと面白いじゃん。多分うちの子覚えてくれないんだよね、たけしを。たけしに反応しない、たけしに反応わかんない。たけしって言ったらなんか3回吠えるとかさ。ああ。たけしって言ったらジャンプするとかどう。たけし結構教えるの大変そうだね。もうジャンプしてる時にたけしって言うと覚えるよ。たけしって言ったら噛みつくとかどう。たけしいつ使うのそれ。たけしって言った人に噛みつけみたいな。なるほどね。結構本当に嫌なんだね。うん。うね、バーンはあれだよ。ワンコがこうふうって横になる時に見計らってバーンって言うと覚えるよ。本当？うん。ふうってバーンってやって、あ、よしよしよしって褒めてあげると多分覚えるんじゃない？わかった。うん。頑張る。やってみて。頑張って覚えさせてみます。わかった。そしたらそれできたらたけしでなんか覚えさせるね。噛みつく、うん、噛みつくのは危険だからあ、やっぱり、うん、うん、ワンって吠えるみたいな。たけしって言ったらそれ返事しちゃったじゃん、もう、 うるせえみたいな、ワンワンワンみたいな、うーって言わせれば、あ、うーうーって難しそうだね。たけしって言ったら顔を激しく振るみたいなそれにしよう、うん、それは覚えさせる、頑張って、頑張ります。うん、難しそう、はい、ちょっとまだ言っていいのかな、はい、いいよ白水しむろさんからいただきました。白水しむろさんかな、ありがとうございます。ありがとうございます。 iPhone どこに置き忘れてたっけと思っていたらその iPhone でスクフェスを遊んでいた。ん、うん、まあ、あるよねそういうことはね、うん、そうだね。これ原賞なの、うん、あんまり原賞じゃない。じゃあゼロ原賞。はいはい、巨骨さん太郎からいただきました。ありがとうございます。読むのかな。手に何か黒いのが見えたのでこれ原骨じゃない。あ、原骨って読むのこれ。え、違う。え、あげるに骨、
手を挙げるに骨、肩骨。あ、そうなの。あれ違う？肩骨か。肩骨さん。私なんて呼んだ？虚骨さん。でも虚子の虚？ね、あ、虚子の虚かな？あ、そう。うん。そう。肩骨だって。肩骨さん。うん。太郎。肩骨さん太郎。はい。太郎さんでいいよ。太郎さんからいただきました。手に何か黒いのが見えたので虫かと思ってバチンと思い切り叩いたら自分のほくろだった。あ、そういうことあるよね。あるあるよね。ある。私も前に靴下にさ、カブトムシがいっぱい書いてある靴下履いてたの。それで、ね、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 それ履いて海外のロケの仕事行ったんだけど、やっぱ海外ってさ、まあ、場所にもよるけど虫が多いイメージがある感じの土地だったのね、またね、うんうん、でふっと足元にすげえ黒いの映ったから、うん、イエーって言ったら自分の靴下だった。腹症。あ、嘘、マジ腹症。腹症。え、こんなんで2枚ももらっちゃった。ありがとう。アイセリアクナンジョレーションです。なんで今出たの。わかんない、わかんない。なんで出たんだろう。変よ。じゃあ次行くよ、はい、もういい、もういい、もういいよ。もういいって。残念、1個だけしか出なかったのかな。人に出たっけ今日。出なか、あ、出なかったっけ。1枚出た。1枚出た、おめでとう。誰が当たったかももうわかんなくなっちゃった。わかんないけど、はい、こんな風にレギュラーのラジオではあなたの身の回りで起こったハラショーな出来事を募集中です。以上、ニコ生でハラショーでした。それではここで1曲お聴きください。4月に発売になったソロライブ2 from ミューズ綾瀬里アイスブルーの瞬間より、僕らは今の中でを聴いていただきたいと思います。あのですね、これは私がいつもライブの時にこれからだよって言ってるんですけど、最初歌った時はもちろん入ってなかったんです、うんうん、けどソロライブのねコレクションが出るということで、これからだよって入れたいんですよって言って入れてもらいました、うん、なるほど。イヤホンで聞いてると分かりやすいようにな仕掛けになっておりますので、ぜひ、はい、そこも聞けるといいなと思うのでぜひ聞いてください、うん、綾瀬里で僕らは今の中で。サマージャンボのぞえりくじ、ふうふう。さあ、当たるも発見、当たらぬも発見。ここで番組特製ステッカー秘密の花園が当たるサマージャンボのぞえりくじのお時間です。はいよ。番組に届いたメールの中から当選者を3名選びたいと思います。じゃーん。はい、まず1人目そうだね。あ、そういえばね、来場者数が6万3000人だって。6万3000、すごいね。そんな人たちがクッスンが風邪ひいてんの見てんだよ。申し訳ない。いやいや、申し訳ない。あのね、面白いよ。1人目、はい、栃木県にお住まいのスーさんさん、おめでとう。おめでとう。2人目、じゃん、兵庫県のアラさん、おめでとう。3人目、京都府お住まいのデコで受け身さん、以上3名の方おめでとうございます。のぞえりステッカープレゼント。サマージャンボのぞえりくじはまだまだやります。はい、ステッカーをご希望の方は番組のコーナーまたは今日のメールテーマ、この夏食べた美味しいものを書いて送ってください。はい、メールは今ご覧の画面にあるメールフォームから送ってください。はい、座っていい？座ろう。はい、たくさんのメールお待ちしております。はいよ、はい、ではでは、ここで今日のメールテーマ、この夏食べた美味しいものについてたくさん届いているのでご紹介していきましょう。はい、いい？紹介して。うん、ゆずりんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。私のこの夏食べた美味しいもの、うん、夏一は人生初の流しそうめんです。
いいな。そうめんが楽しく美味しく食べられそうなものを発見したと連絡してきたお母さんの手には、お母さん超冷え冷え北極流しそうめん白熊ファウンテンなるものが。なんだそれは。早速組み立てて、そうめんや付け合わせのお野菜なども用意して、うん、いざがすごく流れが速い、とにかく速い、流しそうめんってこんなに速いものなのと若干の試されてる感、うん、箸を入れっぱなしにしないとそうめんがなかなか取れない超ハイレベルな流しそうめん、もう指がつるかと思いました。でもキャキャしながら食べた流しそうめんはいつもの食卓より明るくて、久しぶりの家族団らんな雰囲気にすごく美味しく感じました。それはすごいね。すごいね。そんなに早いんだったら強化合宿にもなるかもね。ね、うん、超冷え冷え北極流しそうめん白熊ファウンテン。長くね。これ見た、売ってたの見たかも。あ、嘘。うん。そうなんだ。売ってた黄色いお店で。はい、なるほど。いいね、流しそうめん ね。じゃあ私が読むね。流しそうめんやりたいね。やりたいよ流しそうめん。ね、トントン。続いてハムカンさんからいただきました、ありがとうございます。ズバリもずく酢かき氷です。美味しそう。でもあ、そっち行った。もずく酢が好きなので、うん、さらにさっぱり食べられるかもと考えやってみました。あ、自分でやったんだ。もずく酢のさっぱり感、氷の冷たさとシャリシャリ感、これがまさにミスマッチでした。あれ、ミスマッチっていい意味だっけ。美味しくないってこと。あれ、ミスマッチってどういうこと。ダメだよ。ダメだったってこと。でもダメだこの人。でもこの夏食べた美味しいものっていうテーマで募集してるんだけど。あれでもこれただ単に氷入れたもずくってことでしょ。美味しそうだよね。うん、でもかけるのとさ入れるんじゃやっぱ違うのか。氷の分量によるのかな。ねえ、ね、氷だってかき氷ってだって氷かけ9割じゃん。うん、で、うん、シロップ1割ぐらいでしょ。上にもずくジョーンって乗っちゃってる感じでしょ。ズバババババババでこれもずくね溶けていくみたいな、ね、確かにね。シャバ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 水っぽくなっちゃうそれか、はい、ミスマッチの意味を間違えてるかかもしれない。どっちか分かんないや。なんかね、そうだね。うん、まあいっかいいよ次、うん、キャンディーレインさんからいただきました。ありがとうございます。この夏食べた美味しいものですが、アイスまんじゅうというアイスです、うん、アイスなんだ、まんじゅうじゃなくて、うん、バニラアイスの中にあんこが入っているというもので、鹿児島に帰省中に見かけて食べてみたらハマってしまいました。それで帰ってから探してみたのですが、家の近くでは見つからないので、たまにしか食べられないからこんなに美味しく感じるんだと思うようにして諦めました。え、どういうこと。ん、アイスまんじゅうというアイスで、バニラアイスの中にあんこが入ってる。バニラアイスの中にあんこが入っている。あんこの周りをアイスが囲んでるという意味、混ざってるのかな。え、ああれだって、あ、そんな普通に売ってるんだ。ああ、棒アイスで周りがバニラのちょっと固めのやつなのかな、うん、小豆のアイスにバニラが囲われてるみたいなやつ。うん、あ、箱もある。あ、カップ、カップアイスもあるんだって。鹿児島の方にしかないのかな。へー、美味しそうだね。ね、食べたい。見かけたら、あ、めっちゃ美味しいよ、だって、うまいで、だって。へー、食べてる方も、北海道だけどあるぞ、だって、うん、え、関東にもあるで福岡にもある、全国で売ってるよ。売ってるみたい。売ってるってよ、キャンディーレインさん。頑張って探して。うん、うん、近所にないだけだ、きっと。うん、頑張れ。あの黄色いお店なら売ってるかもね。かもしれない。あ、でも神奈川県にないんじゃない。そんな神奈川に悪いよあるよ、神奈川にも。神奈川にもきっとあるね。ね、きっとあるよ、うん、はい。じゃあ次、ラジオネームたけさんからいただきました。ありがとうございます。私の夏イチは友達が送ってくれた北海道のメロンです。絶対美味しいよ。いいの食べたい。
ホベツメロンという品種で、オレンジ色の果肉は芳醇な甘みと香りを放ち、我が家の食卓を豊かに彩ってくれました。もともとは北海道に住んでいた友達に送ってもらっていたのですが、友達が関東に引っ越してからはその友達のお母さんが気を利かせて毎年送ってくれるようになりました。めでたしめでたし。まあメロンね、ホベツメロン。私メロン大好き。スイカとどっちが好きなの？メロン。一番好きな果物は？梨。桃は？桃。桃も好き。いいよね。桃か梨だったら梨なの？梨。うん。1位梨？1位梨。2位メロン。3位。3位はバナナ。全然わかんねえ。3位よく食べれるね。じゃあね。そう、3位はね、年中食べれるでしょ。食べられるね。でメロンは、うん、めったに食べれないでしょ。そうだね。梨は、うん、夏食べれるでしょ。うんうん、はい。続きまして、おんぼうさぎさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ほらコメントみんな、うん、せやなって書いてくれてる。せやで。大坊うさぎさんからのメールです。はい、私が美味しいと感じたのは、ズバリ味噌汁かけ納豆ご飯です。美味しそう。あれ、私だけだった？今こんなに熱くなったの。というのも、この夏から体を鍛える目的もあって、肉体労働がメインのアルバイトを始めたこともあり、タンパク質を十分に摂れる朝食を考えた結果、このメニューに行き着きました。納豆と味噌汁ということで、と思われるかもしれませんが、全然思わなかったよ。もともと同じ大豆ということで相性もよく、具のわかめからはミネラルを取ることもでき、夏の朝にふさわしい一品となっております。味も味噌汁の風味に納豆のタレがうまく混ざり合い、納豆のタレも入れんだ、かなり美味しくいただけます。またずるずると口に流し込むことができ、季節を問わず朝時間がない時にもぴったりです。お二人も納豆が苦手でなければぜひ一度お試しくださいませ。ではでは。だって、へえ、美味しそう。美味しそう。まずさ、味噌汁かけご飯が美味しいじゃん。美味しいね。それに納豆入れたら美味しいじゃん。納豆ご飯も美味しいもんね。美味しい、間違いないよ。確かにね。別々でよくねって。でも確かに別々でもいいよ。確かにね。でもこう急いでる時とかはね、いいかもしれないよね、ちょ、うん、ーって食べられるから。これは、うんうんうん、オムレツ納豆を食べられる？食べれる。全然食べれる。カレー納豆全然食べれる。食べたことない。いけるよ、うん、キムチとかチーズも入れちゃえばいいよ。わかった。ふふん、一で。わかった、うん。納豆パスタ食べれる。食べたことない。嘘、美味しいよ。美味しいって。別に納豆パスタ美味しいって。別にすごい香りはすごいけど抵抗はない。美味しい。あのなんだっけ、納豆か屋さんで食べれる。どこ？なんとか屋さん。なんとか屋さんで、あのパスタのお店で食べれる。本当？見たことないや。嘘。うん、ちょっと食べてみたい。うん、いいよね、納豆。じゃあ次行こうかな。タカピーさんからいただきましたよ、はい、ありがとうございます。僕が食べたこの夏で一番美味しいと思ったものは、アユの塩焼きです。いいね、美味しそう。電車で30分くらいのところで毎年やってる夏祭りなのですが、今年初めて行ってみました。真夏日でとても暑く汗だく状態でしたが、丸ごと1匹をかぶりつきながら食べました。夏祭りというシチュエーションでテンションも上がり、ラムネも飲みながらで、これぞ夏って感じでした。だっていいね。いいね。私なんだっけな、うん、神田明神の、うんうん、に、うん、年始に、うん、初詣行った時に、うん、屋台があって、うん、塩焼き食べた気がする。あ、売ってるんだ。売ってた。いいね。何年か前ですが。あ、何年か前に神田明神行ったんだ。うん、すごいね。なんか1年2年前あ、くらい。ラブライブ始まっているんだね。最近です、はい、最近ですか、はい、いいよね。美味しいんだよ、お魚の塩焼きとか。昔、ね、釣り堀行った時に食べたの。あ、いいね。美味しかった、ね、いいよね。釣り堀良くない？釣り堀ってさ、あの氷でさ、氷？それは違うんじゃない？なんか穴掘ってやるやつじゃないの？それは違う。それなんて言うんだっけ？ワカサギだ。あ、それは違うのか。それは違う。そんな寒いとこ行ったことない。
いやうちねおばあちゃん家がね、うん、の近くでよくやってんの？やってる。そんな寒いとこにあんの？おばあちゃん家。おばあちゃん家ね北海道だから。あ、そうなんだ。いいなそれ、楽しそう、うん、釣り堀も楽しかったよ。釣り堀って普通にあの堀あのいそうそう、あの池が、池巣があるとこみたいに作ってあって、飯田橋とかにも東京だとありますよね。電車から見る、電車から見えるとこ。そうそう、もっとね私が行ったのは自然の中にあるところで、近所に住んでる幼馴染の子と、うん、そのおじさんと行った。へえ、なぜか釣れた、釣れた、釣れたけど、私がファンって投げたやつを一回魚がねパクって行ったかなって思ったけど、何もピンって来ないし、うん、まだだったのかなって思ってたけど、実は相当前からやっぱパクって言ってたみたいで、うん、魚がかわいそうだった。なんか取る時にここにさ引っかかってないから、うん、なんかもう魚がおえおえってなっててかわいそうだった。かわいそう。でも美味しく食べちゃった釣り堀 ね、 ね楽しいよね。え、釣り堀約束しちゃう？しよう、やってみようよ。行きたい、やってみたい。あのちゃんと分かる人も一緒にじゃないと全然分かんないけど、はい、連れてってください。お願いします。やった。じゃあ今何のコーナーだったの？この夏食べた美味しいもののコーナーなるほどね。まだまだメールお待ちしております。あなたが体験した夏の味教えてください。ラジオガイデン。続いては生でもやっちゃうこのコーナー、ボイスガーデンベストセレクション。そっか、番組の名物コーナー、のぞえりボイスガーデン。アニメロミックスでダウンロードすることができるボイスを番組の中で収録しようといったコーナーなんですが、過去の作品の中から反響が大きかった作品をいくつかノミネートさせていただきました。はい、その中から皆さんのアンケート投票によって一番ご要望が多かったボイスを生で披露しちゃおうという企画になっております。大丈夫？大丈夫かな大丈夫っしょ、なんとかなる。7万3000人超えたってすごいね、うん、7万3000人の方に、うん、風の私をお届けしております。こんな機会ないよめったに、うん、ね、はい、風っすんだよ、風っすんイエーイちなみにもう番組も半分終わってますからね。あー早いねあっという間はい、じゃあ最初のノミネートから。はい、まずはエリのボイスから、うん、ノミネートはこちら。1、は、今もしかして寝てた私た、ね、やだ、生徒会室で居眠りなんて恥ずかしいあったね。2、うん、5月のビューティフルなお天気におめかししてお出かけ。いいわね、いいわね、あったわね。っていう1は昼寝というテーマで、うん、ポカポカ陽気についうとうとしてしまった時のセリフ、うんうん、2はおめかしというテーマで、さつき晴れの天気の良い日におしゃれをしてお出かけの時のセリフ。ボタニカルのやつだね。そうですね、ボタニカルが何か調べちゃった時のやつだよね。そうですね、はい、はい、というわけでこの2つのボイスから生で言ってほしいセリフに投票してください、うん、アンケートスタート。ボタニカルとはなんか花柄の、花柄のなんか大きい花柄でした。植物柄、植物柄からしいですよ。あれを読んでから服を見てると、これはボタニカル、ボタニカル、あれ、ボタニカル柄かなってなっちゃうよね。一回なんか一緒に見てた時もこれボタニカルじゃないっつって言ったよね。あったあった、あったよね、ね、買わなかったけど ね、 そうね、買わなかったけどね、ボタニカルだっつって。はい、あ、終了。それじゃあ結果を見てみましょうか、はい、どうぞ。どっちだろうな。ドゥルン、出た。あ、昼寝、よかった。ボタニカルじゃなかった。ボタニカルって言いにくいんだよ。はい、というわけで1番のセリフに決定。あ、うん、あ、ステッカープレゼントプレゼントじゃないですよ。わかった。それではなんちゃんがエリのボイスメッセージをフルバージョンでお届けします。はい、それではお願いします今もしかして寝てた私。やだ、生徒会室で居眠りなんて
恥ずかしい。でも、うん。こんな暖かい春の日差しに照らされていると、なんだか不安といい気持ちになって、つい眠くなっちゃう。やだ、寝ぼけた顔、こっち見ないで。そうだった。最近一人でやってないから。最近一人でやってないから。久々の一人ボイスガーデンだ。一人だとなんかわかんないけど、面白くなっちゃう。いやあ、もう賢くないいちかなっちゃってるよ。ポンコツちかなっちゃってるよ。かわいいよ。まあでもそういうエリもいるんです。そうですね。そうです。はい、じゃあ次はのぞみだよ、うん、はい、ノミネート発表します。はい、1、にゃー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 、のぞみ猫ちゃんやで。一匹こうたら千客万来、金運増強、ハッピーカモーンの招福招き猫ののぞみにゃーにゃーにゃーん。ほう、今のが1です。はい、2、4月1日の今日にうちな告白したいことがあるん。今までずっと内緒にしてたけど、実はうちな本物の女神なんよ。はい、今のが2です。さあ、どっちが出ますかね。まあ、1は猫の日というテーマ、うん、2月22日の猫の日にちなんだセリフでした。にゃ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 、うん、2はエイプリルフールというテーマでした ね。結果女神様だよっていう話になったかな。じゃあ、ね、アンケート行ってみたいと思います。行ってほしいセリフのアンケートスタート。どっちがいい、クッスン的には。え、うん、どっちも不思議だよね。スピリチュアルやんね。そうだね。ね。まあでも、どっちかと、私はこっちが聞きたいな。1? 言っちゃった。じゃあ私は2かな。あ、うん、なるほどね。ここで別れさせておけばね。ね。いやでも、面白いよね。どっちかな。どっちかな。そろそろ出ましたか。じゃあ結果見てみたいと思います。お願いします。どうぞ。ででん、出るかな。ででん、1、猫の日 87.1%。 イエーイ、にゃんにゃんにゃん、のぞみ猫ちゃんやで。話しようよ。じゃあ早速 いけますか。はい、行ってみてほしいと思います。はい、それではのぞみのボイスメッセージフルバージョンでお届けします。お願いします。にゃー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 、のぞみ猫ちゃんやで。一匹こうたら千客万来、金運増強、ハッピーカモーンの招福招き猫ののぞみにゃーにゃーにゃーん。そんなのぞみ猫の一番の希望は、あなたの膝で丸くなって眠ること。のぞみんのこと幸せにしてや。ほら、素晴らしい。あ、今さん、皆さん見ましたか。 今さんって言っちゃったけど、ほん、最後のくっすんのすんを見ましたか。くっすんすってしてたよ。ほんと、すってしてた。してた、してた。見て、ほら見て、すって書かれてるから。ほんとだね、すってなってた。いつもすってなってたからね。見られちゃったね。やりきった感があった今日は。そうだね、やれた、やれた、よかった。というわけで今ですね、はい、エリーとのぞみのボイスメッセージをお届けしました。なんですが、はい、これじゃ終わりじゃありません。番組のお聞きの方はご存知かと思いますが、最近のボイスガーデンのコーナーでは2人の掛け合いでボイスドラマをお届けしてるんです。というわけでこの2人の掛け合いのバージョンも生で披露したいと思います。うん、というわけでですね、うん、1のシチュエーションは、うん、ジューンブライド、うん、花嫁を見て憧れるのぞえりのドラマ、うんうん、2のシチュエーションはあいあい傘、うん、突然の雨にのぞえりが取った行動とは。はい、というわけで、うん、ボイスドラマ形式のノミネートはこちらの2つですね。うんうん、わあ、新緑に映えるジューンブライドってやっぱり女の子の憧れよね、うんうん、が1番、はいはい、2番が、うん、今日の予報は午後から絶対雨って言ってたのに、やっぱりのぞみってばまだ傘を持ってこなかった、また傘を持ってこなかったのね、うん、というやつですね。そうです、はい、じゃあこの2つの中から生で言ってほしいセリフ投票してください。アンケートスタート。なかなか選べないっていうコメントがありましたけどね。うん、うん、
ジューンブライドか、うん、アイアイ傘。そうそうそう、リアルでもあったんですよ。アイ、あ、まあ、アイアイ傘というか、私の傘に、まあ、クッスンを入れてあげたっていうだけのことなんですけど、クッスンいつも傘持ってないからさ持ってこいよ。でも雨降ってなかったんだもん、だって朝。朝はね、うん、結果降っちゃったじゃん。そう、うん、なんで降ってなかったのに降っちゃったの。それが天気だから。あ、そっか出ましたかね。はい、それじゃあ結果発表お願いします。どうぞ。出るかな。出る。おっ、あいあい傘。というわけで2番に決定。うん、はい、じゃあ何あげる何もあげないよ、うん、ボイスドラマをやるんだよ。じゃあこれやってみましょうかね。はい、こっちで合ってるよね。よし、はい、ではやってみたいと思います。今日の予報は午後から絶対雨って言ってたのに、やっぱりのぞみってばまた傘を持ってこなかったのね。うちあんまり天気予報とか見ないし、朝家を出るときに雨降ってないとまあいっかってそのまま出てしまう。もう傘を持ってる私がいなかったらどうする気だったのよ。そうは言ってもうち帰りは大概いつもエリツと一緒やし、おかげでこうしてあいあい傘できてなんか得したなって感じかな。本当にもう仕方ないんだから、ほらもっとちゃんとこっちに寄ってよ、濡れちゃうわよすんじゃなかってごめんねニコ取られてるっていう感じがした、うん、でもみんなはくっすんのすんを期待してたみたいだったといったふうに生でボイスガーデンをお届けしましたが、いかがだったでしょうか以上ボイスガーデンベストセレクションでした。ではここで1曲お聴きください。4月に発売になったソロライブ2 from ミューズ東條望未バイオレットムーンよりかぐやの城で踊りたいをお聴きいただきたいと思います。はい、この曲はですね、うん、のんたんは、うん、プシュって言ってたり、セリフがあったりとか、言ってる言ってた、はい、あるので、可愛いやつですね、うん、いい曲ですよね。楽しくなるね、この曲楽しくなる、はい、テンションが上がりますね。なので皆さんテンション上がってください。は、うん、それではお聴きください。うん、東條望未でかぐやの城で踊りたい。学生家業は夏休みのど真ん中ってことで、ノスタルジーに浸るこんなコーナー。夏の自由研究。小学校の頃、夏休みの自由研究ってあったよね。あった。ちなみにくすんはどんな研究をしたか覚えてる？覚えてないなあったって歌。何やったかな。なんかやったよ。でも私も覚えてないな。なんか作った。私は何も覚えてない。誰かクラスメートが近所にいた犬を一日中つけ回してその行動をまとめてたよ犬の一日みたいな。すごい、 すごいね。あれこれ夢だったかな。私最近夢だった。最近私夢と現実の区別が過去の記憶ほどちょっとあやふやになっちゃうんだけど。それは、うん、夢ではありません。あれ夢どっちかな分かんない。これが夢か現実かで大きく変わるんだけどね、この研究の成果が。いい、ごめんなんでもない。いい、はい、で私たちはね、はい、2人もやろうと思うんですが、うん、どんなことやろうかなといろいろ考えた結果こちらにしました。オリジナルタンブラー作り、イエーイ。はっしゃいはっしゃいはっしゃい、まあ、エコブームですしね、はいはい、私なんかもよくコーヒーショップ行くの大好きだったりするので、あらかわいい。これを、私たちが今からイラストを描きまして、世界で一つしかないタンブラーを作ってみたいと思います。いい音。そうだねじゃあはい、書いていってみましょうかね。はい、うん、これにね、そうそう、何がいいかな。
どうしようかな。うん、タンブラーでしょ。タンブラーです。タンブラーね。タンブラー、これ結構大きいね。確かにね、いっぱい入るよ、うん、タンブラーって使います？使わないね、あんまり。私お家にはいっぱいあるんです。なんちゃんだってよく行くでしょ。そう、使わないの？うん、最初何回か使うよ。だって洗うのとかやっぱさ大変じゃん。そうね、うん、確かにね。ね、ごめんね。これがこれ邪魔、こんな感じだ。そう、こんなこんな感じ。あ、りんちゃん見てるよ、みんなのこと。りんちゃんかわいい。かわいいね。じゃあ書いてみようかな。はい、どうしようかな、何がいいかな。あ、はみ出しちゃったよ。多分大幅に大幅に今日のクソダサなポンコツだな。そんなに音する？すごいね、するのこれ。キーってどうなってんだ、こうなってんのかな。チャラララ、なになに、ラララ何？なんでもないよ。この曲私ランドセルの曲。分かっちゃった分かっちゃった。今ちょっとダメだな、歌っちゃダメだこれと思って焦ったの。焦った、焦ったの。途中でやめたよね。やめたの。でも完全にランドセルだったなんでランドセル出てきちゃったんだろう。なんかあったのかな、うん、なんかあったみたい。うん、何、あれいつの間に上脱いだの。さっき。あ、ほんと全然気づかなかった。さーてと、これにしよう。うん。ええ、あ、喋って喋ってだって。うん、何喋る。あ、しりとりする。あ、しりとりする。やだ。嘘。じゃあ全部私が何か言うから、うん、で終わらせて。え。おー、よかった、やってみるよ。リンゴ。ゴン。パイナップル。ルン。つまんないね。もうちょっと文字数増やしてみる。じゃあ私がやってみるから、んで終わらせて。わかった。何言ったらいいんだろう。紫。き、金柑。おー、うまい。おー、私も。台風。う。負けうまた二文字。ごめんなさい。じゃあ何打って。うどん。あ、うまい。ラーメンとかなら出てくるんだけどね。さっきも私ラーメンとかりんちゃんとか、うん、最初からんで終わるやつばっかり出てきちゃってダメだった。どう？なんでもない。どう？ん？うん、なんかないかな、コメントで拾おう。最初の1個目、最初の1個目、最初の1個目、最初の1個目よ。何がいいかな、何がいいかな。エリーチカ。か、か、うん、か、うん、か、うん、か、か、か、カザフスタン。まさかすぎる。他は他、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 他は何にしよっかな。ね、アナゴ。ゴーゴーゴリン。
あオリンピック、うん、じゃあオリンピックはく、うん、くくくそれ書いてね書くくくく、うん、くはねくすんじゃない。あすごい天才。あ嬉しい、たった1回の成功で天才だよ。天才になれた。全然描き終わんないよ。私も楽しくなってきちゃった。私絵描いてる時間好きですそうだな、どうしようかな。風邪ひいてるからこういう感じにしよう。ん？え？もうね、え？ん？え？ん？え？風邪ひいてるから。あ、うん、なんちゃん風邪ひいてた。私ひいてないです私じゃない、そろそろもう気づいててもいいと思うよ。どうしようかな、何にしたらいいんだろう。左、え、左、左、左、こっちだ。ぼちぼち、え、全然かけてないけど、こっから適当でいい適当でいいよ。え、いいの。じゃあちょっと、あ、気持ち悪い、手から手から悪魔の実が出てるみたいになっちゃったいいって聞いた途端本当に適当に書いたらなんだかよくわからないけど、まあいっか、うん、これ間違いなく怖いのポーズだ。終わり。終わった。終わった。じゃあ私も終わった。とりあえず終わり。私たちが書いたタンブラーのデザインこちらです。でん、くっすん、かわいい。なんかかわいい、ちょっと予定と違ったけど。 Y のポーズ写して似てる。うん、似てる。はいくっすんはじゃん、なんだかよくわかんないけど、ね、真ん中にいるのは私っていうのは分かった。服装ね、うん、これね、これなんちゃんの飼ってる猫ね。犬じゃねえのそれこれ猫でしょ。犬でしょ。これ猫だよ。犬だよ。しかもそのドア何そのドア開けるとどこ連れてかれちゃうのこうなるの、こうなるの。うん、でそうなってどうなんの。ドアからじーって見てる。なるほど、そういうことはいいけど怖いよその見方。このチビちゃんがでかっ、チビちゃんチビちゃんがなんちゃんを見てるっていうこと。嬉しい。で毛をむしられるんだねそうね、見て可愛くない。可愛い。後ろがちょっとよくわかんないウーパールーパーかなっていう感じになっちゃってるけど、ちょっと可愛い。これもうちょっと描き足したいな。くすんはなんか、うん、不思議なものになった可愛いね。後ろ可愛くない？後ろ可愛いね。私私いらなかったやつだよね。じーっつって可愛いよこれ。うん、いいよいいよ。なんちゃんもこっちから出しとけばよかったな。そうだね、そこだったね。うん、扉から二人とも出ればよかった ね。はい、というわけで、このタンブラーが完成しました。まあ、ちなみにですね、この私たちが今作ったオリジナルタンブラーなんですが、うん、番組をご覧の皆様に抽選で2名様にプレゼントしたいと思います。うわー、てれれれってれー。プレゼントへの応募方法については番組のエンディングで発表するのでメモのご用意をお忘れなく。以上、夏の自由研究でした。うん、さて、うん、お待たせしました。はい、ここで9月24日に発売となるブルーレイ第4巻特装限定版の映像特典、ミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレードのライブ映像パート2から、ガラスの花園を
どこよりも早く、まあ、ちょっとだけ公開しちゃいたいと思います。うわー、出てきて視聴者の花園。それでは早速ご覧いただきたいと思います。綾瀬えりと東條のぞみでガラスの花園、くえりくじ。わあ、さっきの続きは第4巻でね。そうですね、ここで番組特製ステッカー秘密の花園が当たるサマージャンボのぞえりくじのお時間です。番組に届いたメールの中から当選者を3名選びたいと思います。いい？いいよ。リリンリリン、これいいよ。神奈川県雷光さん、ニコニコ生放送知ってる。そしてもう一回言って、誰さん。雷光さん。雷光さん。そして長野県お住まいの箱入りさん。そして最後、岐阜県の OPA さん。 OPA さん、おめでとうございます。おめでとうございます。秘密の花園、お楽しみにお待ちくださいませ。はい、続いてはこちらのコーナー、叶えみんなの願い、クスクス大明神。ここはちょっと読むんだから上に置かないでよ。バラン。ごめんね。おっと。ここは怖かすぎる、ね、お願い事の。ごめんね。いいのいいの、ごめんねごめんね。叶えてくれると噂の神社です。ラブライバーの皆さんの願い事が叶うようにみんなまとめて祈願しちゃいたいと思います。今日はどんなお願い事が届いているのかな。やめなさい。サイバシー手作り、ありがたいね。じゃあちょっと紹介させていただきますよ、はい、大明神様、はい、どうぞ。いきますよ。ダイニアソーさんからいただきました。ふむふむ。スクフェスのプレイ中に LINE やメールの通知が飛んできませんように。これあるあるだね。オフにすればいいじゃんね、通知を。通知を、まあでもしょうがない時もありますよね。うん、しょうがない。わかります。LINE とかはいちいちね、通知切っちゃうの大変なので、私もよくピンピンって入ってきます。ある。うん、しょうがない。残念。しょうがない。しょうがない。じゃあ次行ってもいいですか。次。はい、わかりました。次行くのじゃ。わかりました。東谷さんからいただきました。お、爪を切るとき形を整えようとして右左左右順番に切っていたら切りすぎちゃって結果深爪しちゃう癖が治りますように。ふむ、頑張るのじゃ。頑張り次第ですかね。深爪でもいいのじゃ。いいんですか。痛いですよあれ、なかなか。それもまたよしとする。なんであなたが決めてるんですか。こういうコーナーじゃない。そうです、コーナー違う。こういうコーナーじゃないんですけど、次行っていいですか、大明神様。はい、はい、白水しむろさんからいただきました。はい、ふむ、テレビゲームのレースゲームでマシンの動きに合わせて体が動いてしまう癖が治りますように。あー、こういう方いますよね。こう車のゲームあるでしょ、ブーンってこう曲がっちゃうんだって。わかる、すごいわかる。曲がりそう。わかる、うん、だってあの車運転してる時もカーブとか。やめて。それ普通なんですか。普通にな、え、普通の人間そうなるんですか。普通はならない。普通はならない。普通はならない。ならないみたいですよ。あれ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あれあれじゃなくて、私幼少期にそれ矯正しましたから。ほんと。はい、あの治った。バーンって飛ぶ時もってなっちゃったり曲がる時もこうなってるのが、うん、幼い心に恥ずかしかったんです、うん、だから飛びたい気持ちをグッとこらえてってやって矯正しましたから私。なるほど、はい、矯正可能です。治るんだな。はい、はい、治ります。じゃあ頑張って治そう。はい。じゃあもう一つだけいいですか。はい、はい、ショコラティエさんからいただきました。ふむふむ、冷麺や冷やし担々麺を食べるとき間違ってフーフーしませんように。
かる、これわかりますよ、私わかるわかるわかりますよね。アイスとかもフーフーしちゃいますよね。わかるね、しちゃうね、あれね。ね、なんでなんでしょうね。なんだろうね。まあ、食べる前のね、こう刻まれた癖と言いますかね、そういう感じなんでしょうかね。なんか冷たいものも熱いんだよ、熱くないです。冷たいものは熱くないので、フーフーした時に恥ずかしさだけ襲ってきます。フーフーしちゃったよ。でもなんかさ、冷たいのフーフーするとさ、冷気がちょっとふわってきてさ、はい、涼しいよね。涼しいです。アイスとかほら、そうですよね、冷気ぴゃーって飛びますもんね。そう、はい、はい、いいですか。はい、じゃあ今のお願い事、はい、全部祈願以上ですか。はい、はい、まとめて祈願したいと思います。ラブライバーの皆様もご一緒に、かしこみかしこみ、ラブライバーにええことありますように。めっちゃやってくれてる。こういう感じだったんだ。以上、かなえみんなの願いクスクス大名人でした。ここで番組からのお知らせです。ラブライブテレビアニメ2期オリジナルサウンド、はい、オリジナルサウンドトラックノーツオブスクールアイドルデイズグローリーが8月27日に発売となります。 CD2 枚組税抜き3300円、BGM 挿入歌に加え、アライズの歌うショッキングパーティーも収録します。はい、そして、ランティスのこれまでの名曲を伊藤真澄さんのプロデュースによりフルアコースティックアレンジしたアルバム Heart of Magic Garden 2にスノーハレーションを収録します。歌も歌い直しました。この後放送のラジオアニメロミックスのぞえりラジオガーデンで音源を初公開しちゃいます。ぜひ聴いてみてください。番組終了後のニコニコ動画でももちろん流しますので何度でも聴いてください。 PS ビータ専用ソフトラブライブスクールアイドルパラダイスのテーマソングシャングリラシャワーのシングルが10月1日に発売。ラブライブスクールアイドルパラダイスのアイテムコードを封入予定です。おっと欲しい。ラブライブテレビアニメ2期ブルーレイ第1巻第2巻が好評発売中です。第2巻特装限定版にはミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレード2月8日公演のライブ映像パート1としまして、ミュージックスタートからアネモネハートまでが収録されています。マキとニコが歌うズルイよマグネティックトゥデイを収録した CD も封入です。んなかった。そして8月27日発売のブルーレイ第3巻特装限定版はりんちゃんのソロ曲くるりんミラクル収録の CD や原案キミの桜子先生書き下ろしの小説ラブライブ海りんえり編も封入。さらに9月24日発売のブルーレイ第4巻のジャケットは海とえりに決定です。特装限定版には第2巻に引き続き2月8日のライブ映像パート2が収録されています。逃さずにチェックしてください。というわけで第4巻のジャケットはえりりん、そっちか、こちらです。3巻過ぎちゃった。えりち、うみ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 ちって言いづらいね。うん、えりち、かわいくない？超かわいいね。だけど手前のお二人も、うん、あれ残るじゃん手前の二人。あーすごいかわいい、すごいね。うん、はい、かわいいですね。すごいです。はい、チェックしてください。はい、ブルーレイ第1巻特装限定版封入特典のミューズ55ラブライブ2015ドリームセンセーションチケット最速先行抽選申し込み券での二次受付が8月18日23時59分までとなっております。うん、まだ申し込んでないよって方は忘れずにチェックしてください。はい、そしてそして君の桜子先生書き下ろしでお届けするノベルラブライブスクールアイドルダイアリーシリーズ、その最新作ミューズの夏休みが8月30日に発売されます。今巻では、マキとニコがメインとなって活躍する4本のお話を収録です。ジーズマガジンで受け、ジーズマガジンで受け付けていた読者リクエストが反映されたストーリーもありますのでどうぞお楽しみに。さらに初回分にはスマホアプリラブライブスクールアイドルフェスティバルの覚醒済み SR 矢沢ニコ、覚醒済み SR 錦野マキがダウンロードできちゃうシリアルコードも同梱です。絶対ゲットしたい、そんなあなたはお早めのご予約をお願いいたします。欲しいよ、欲しいね、覚醒済み欲しい欲しい。続いて、うん、
南小鳥のフィギュアが電撃屋で限定予約受付中です、うん、小鳥の特徴的な髪型や水着の細かいレースなどもバッチリ再現されています。電撃フォビーウェブではフィギュアの写真を掲載した記事を公開中なので、こちらも要チェックです。また予約限定特典として書き下ろしイラストを使用した特製クリアファイルが漏れなくついてきます、うん、予約の締め切りは9月2日までなので忘れないうちに予約してくださいね。はい、そしてそしてミューズと一緒にライブを体験できる PS ビータ用リズムアクションゲームラブライブスクールアイドルパラダイスがいよいよ8月28日に発売となります。わー、本ゲームはですね、プランタン、ビビ、リリーホワイトの3タイトル同時発売予定です。また初回限定版にはそれぞれ3体のネンドロイドプチのプレゼントがついてきます。詳しくはラブライブスクールアイドルパラダイスの公式サイトをチェックしてみてください。ミューズのみんなと一緒にライブを大成功に導きましょう。以上お知らせでした。ニコニコ生放送ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガイデン。さてお送りしてきましたラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガイデン、エンディングの時間です。あっという間でした ね。なんと10万いったそうです。わあすごい、ありがとうございます。イエーイ、10万人のみんな、イエーイ、風邪ひいてるよ、イエーイ頑張ったくっすん、なんか元気になってきた。お、元気になってきた。この番組は元気をもらえる。さすが癒しの番組だね。はい、うん、今日はニコニコ生放送でね、そうそう、お届けしましたが、はいはい、普段は毎週土曜日24時30分から文化放送でラジオ番組をやっていますので、うん、皆さんぜひチェックしてください、はい、もちろん今日もこの後放送になります。はいはい、野球は終わったから、うん、24時半からちゃんと聞けるよ、うん、文化放送が聞けないというそこのあなた、そこのあなた、毎週土曜日のラジオ放送直後にニコニコ動画のアニメロチャンネルにて最新回の配信と過去に放送されたバックナンバーの配信もしていますので、ぜひお聞きください、うん、そして今回のニコ生のタイムシフトは、うん、タイムシフトは放送後1週間の期間限定となりますのでご注意ください。絶対忘れないでね。はい、また携帯スマホサイトアニメロミックス内ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデン特設ページでは、毎週土曜日のラジオ放送直後にボイスガーデンで収録したボイスドラマの配信と写真付き収録レポートを掲載しています。その他ラブライブ関連の最新楽曲のぞえりラジオガーデンの壁紙なども好評配信中です。そして、うん、先ほどのコーナーで私たちが作ったオリジナルタンブラーが欲しいというそこのあなた、そこのあなた、たった今アニメロミックスに特設ページを設置しましたので、たった今そちらからどしどしご応募ください。どしどし、こちらはアニメロミックスの会員の方限定とさせていただきます。はい、会員になってね。はい、さらに、後日今回のニコ生の写真付きレポートも掲載される予定です。こちらのレポートは会員でなくても見ることができますので、ぜひ携帯スマホでアニメローで検索してアクセスしてみてくださいね。はい、のぞえりのラジオガーデンではリスナーのあなたからのメールを大募集。各コーナー宛てのネタのメール、ふつおたなど、すべてのメールの宛先は、のぞえり @joqr.net、nozoeli@joqr.net、えりのりは R じゃなくて L なので、お間違いないように、懸命にコーナー名を書いて送ってください。はい、おはがきは、郵便番号 105-8000 に、文化放送、ラジオアニメロミックスラブライブ、のぞえりラジオガーデン係まで、たくさんのお便りをお待ちしております。今日のね24時30分から、うん、先ほども言いましたがのぞえりラジオガーデン本編も放送されますので、配信されますので聞いてください。はい、何何、え、まだやってる、まだやってる、やってる、巨人対広島2対12で8回、おや、番組始まる前に8回とかですごい盛り上がっちゃったりしてねとか言ってたあれ本当にそうなっちゃったのかな。すごいね、12も入ってるねあ、そうだね、おや、うん、8回どっちが勝ってるとか言うのやめとこ、そうだね、うん、あとやめる人もいるかもしれない。そうでした、まだの道、すみませんどの道、ニコニコ動画の、ね、あ、もう終わった、
あ、もう終わったみたいでした。終わったって。よかった、よかった。あれ終わったの？終わった。まあどっちでもいいか。まあ24時30分から多分放送されますので通常通り、通常通り放送されますのでぜひぜひ聞いてください。その後のニコニコ動画の方もよろしくお願いします。そしてですね、はい、明日と明後日はニコニコ動画、ニコ生、ニコニコ動画、ニコニコ生、ニコ生で、はい、ラブライブテレビアニメ1期2期全話一挙放送決定ですよ。すごい見てほしいね。一期の1話からキュワーッと流れるわけですね。そういうこっちゃ。すごいね。うん、要チェックや、要チェックや、そういうことや。それでは名残惜しいですが、そろそろお別れのお時間です。お相手は綾瀬エリ役の南條佳乃と東條希美役楠田愛菜でした。バイバイ。